皆様こんばんは。カズラジバージョンです。もう夜中なんでね、ホテルの部屋ですから、いつもよりも音量を落として配信しております。今節電のため、いつもよりも照明を暗くして放送していますと NHK のニュースなんか出るでしょ。十分明るいよね。もうずっと節電すればいいのにねって思うのは僕だけでしょうか。あれで十分だよ、別に明るくする必要ないよね。はい、カズラジバージョンです。今日はそう、音量も少し下げておりますが、この配信時間といいますか、収録時間も少し3割ほどカットして今日は済ませたいと思います。なんとなれば明日僕は早起き、4時に起きないといけないんだよ。いつ寝んねんお前ちゃんっていうの。新幹線で寝ます。皆様からのコメントをご紹介してまいります。関さん、今日はペーペードームお越しなんだよね。昨日今日とペーペードームに来ている自分は外出できない大前さんに申し訳ないと思いつつ、少し足を伸ばして佐賀県まで行って佐賀牛が食べられるレストランで佐賀牛をいただいてきました。よろしいな、いいですね。まあでも全然申し訳なくないですから、まあ、僕らはもうしょうがない仕事なんでね。もうこのプロ野球の世界にまたコロナがね、この襲ってきていますから、もうとにかくもういろんなものを自粛していかないと、自己防衛していかないとね、ダメなんでね。ただまあ極端なこの経済活動を制限するってことも今できないんで、行ける人は行ってくださいっていう感じですよね。で、9月には西九州新幹線も開業します。JR 全線乗車している私は新しい路線ができるために乗りに行かないといけないので、また秋に長崎に行きたいと思っております。あ、いいですね。またリポートよろしくお願いしますね。西九州新幹線、そうか、9月開業なんだね。はい、ありがとうございます。それから気象病の話昨日ちょっとしましたけれども、はい、春分さんです。いつもありがとうございます。実況お疲れ様でございました。大丈夫ですよ。気象病の話題が出ましたので、以前気圧による頭痛のための薬を買ってみたという投稿をさせていただいたことを思い出しました。覚えておりますよ。薬ばかりは個人差があるので絶対とは言えませんが、少なくとも頭痛持ちの私は効果がありました。なるほどね。僕も頭痛持ちなのよ。重苦しい感じが緩和されます。いいね。あとこのクーラーの温度差による胃腸の不調にも効果があるような気がしますので、自律神経に作用するかもしれませんということ。そうなんだね。ありがとうございます。薬が今あるようなんだね、気象病ね。ぜひ皆さん薬をもう我慢せずに薬飲んだ方がいいと思うんだけどもね。ありがとうございます。それから坂井戸さんも、気象病による頭痛のお話がありましたが、僕は低気圧が近づいてくるととにかく眠たくなります。そうなんだ。特に強かったのは2020年の7月で、毎日が一日中眠く、横になって目を閉じているともう寝てしまうほどです。自宅でオリックス戦の中継を見ていてもたまに寝落ちしてしまうこともありました。それは試合が面白くないからかい。あくびばっかり出るんですよね。それは試合が面白くないからかい、つまんないからかい。ありがとうございます、ね、眠くなるんだ。眠くなら寝りゃいいんだよね、眠れるんだったらね、と思います。それからユミさん、大前さんおはようございます。私も大型です。大前さんも大型なんですね。これ前言ったかな、僕は B 型としてずっと生きてきたのよ。で、小学校の頃なんか健康手帳に B 型って書いてあるような気がして、で僕はずっと B 型として生きてきたんで、大学の時なんかも友達、高校の時もそうなんだけどもさ、みんなにまた B 型のわがまま始まったとかね、 B 型はねもうしょうがないからお前ちゃん B 型なんでもうねもう許してあげてみたいな、なんか B 型っていうのすごいなんかもう最低な血液型みたいに言われていてずっと過ごしてきたのに、35歳の時の健康診断で看護師さんが、お前さん、血液検査します。あ、血液型調べておきますね。って、いいですいいです。僕は B 型なんで。って言ったら、お前さん、O 型って出てますよ。って言われて。そうなんだ。
でも、僕は今までね、この35年間 B 型として生きてきて、もう特にみんなからは B 型はなんだらかんだ言われてね、お前は B 型だからと言われて、B 型で生きてきたのに、これから先僕は O 型として生きていく、どうやって生きていけばいいんでしょうって看護師さんに言うと、そんな大げさなもんじゃないわよ、普通に生きてくださいって言われて、あ、そりゃそうだなと思いましたけどもね。O 型ですよ。ね。でそのユミさんも、私も O 型ですと、綺麗な部屋じゃないとダメ、汚いとダメは、めっちゃ共感します。もうそうなんだよ。なんかね、ホテルに入っていきなりなんかゴミがっていうかさ、埃があるって、やだよそんなの、もう部屋変えてほしいぐらいだもんね。他にもそこ気にするって細かいところが気になってしまいます。わかりますわ、そこお前ちゃん気になるってよく言われますもん。そして私も低気圧で頭痛がひどくなります。雨降るなって分かりますよね。分かる分かる。痛み止めが手放せません。薬が手元にないときはコーヒーなどのカフェインの摂取も一時的ではありますが良いと聞いたことがあります。あ、そうかな、ちょっとこうなんかカフェインがこう麻痺させるのかな、ね、そんな感じがあるのかもしれませんね。というわけで由美さんも大型ね、これも、でも大型でも本当に何にも気にならない大型もいるみたいよ。僕とかユミさん違うんで、ちょっと細かい大型で。で、僕はなんかたまにさ、最近この大型として生きてるじゃない？だから最近よく言われるのが、女子なんかから、お前さんって A 型ですか？って言われる。いや、僕は A 型では絶対ないです。冷蔵庫開けっぱなしで寝たりするもんね。それは A 型には絶対ないもんね、と思いますね。はい。というわけで、今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。今日で、博多のホテル暮らしは、今月はこれで終わり、また来月も再来月も博多遠征あるんでね、ありますけども、明日からはまた高校野球なのでね、ホテルも変わる、宿も変わるんです。お前のジプシー生活は続きます。明日4時起き、今から何をするかというと、これアップ作業しながら僕は勉強してご飯も食べる。でもあんまり食べると明日朝4時に起きないといけないんでね、そんな感じでございます。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。じゃあまた。